共同校の内部電線類地中化が行われているところでは変圧器が地上にあるにて、電線類地中化とは電線及び関連施設を地中に埋設することである。電線地中化、電柱地中化などとも言う。無電中化とは CC ボックス等を設置し、その名の通り道路上から電柱をなくすことであり、電線類地中化はその手法の一つである。 無電中化には、電線類地中海外に裏配線や、軒下配線という手法もある。景観の改善や防災、路上空間の確保などを目的に行われる。無電中化には、以下のような手法がある。電線共同工などの施設を道路に埋設し、電線類を収容することで、道路上から電柱をなくす。裏配線と軒下配線を主に、 歴史的観光地などで用いられる。道路が狭く電線共同口を設置する空間が確保できない等の理由により、地中化できない場合に用いられることの多い手法である。これらの手法を用い私有地内の電柱、家屋を中継して配線した場合は配線工事や点検、修理などの際、許諾を得て私有地内に立ち入る必要があるなど、 王道の電柱に比べ何かと手間取ることが多くなる。このような家屋の裏側、外壁などに配線する手法は、ヨーロッパの都市部では、古くから一般に用いられている。日本では一斉に建築される建て売り住宅などに、用いられている場合もある。祖父と地中化の思考例道路上にある電線類を、地中化するという点では、電線類地中化と同じであるが、 電線類地中化に必要となる、地上機器の設置場所が確保できない等の理由により、電柱を撤去できない場合に用いられる手法で、電線は地中化するが電柱は残るという中途半端な、ものである。電柱が残るのでは地中化の意味が、薄いようにも見えるが、耐震性の向上などの効果はある。架線がなく、照明のついた電柱は半ば街灯と化す。 そのため、電柱を街当にカモフラージュさせる手法もある。祖父と地中化は無電柱化よりも、むしろ電線類地中化の概念に含まれる手法である。日本では、1928年に初めて電線地中化が行われた。兵庫県芦屋市に高級住宅街として造成された、六六層町において導入されたものである。その後、 1986年度から1998年度までに全国で約 3400km の地中化が達成されている。これまでは整備しやすい大都市の幹線道路で行われてきた。しかし、1999年度からの事業計画では、これに加え重要伝統的建造物群、保存地区などの歴史的な街並みを保全すべき地区や、 バリアフリー重点整備地区などの良好な住環境を形成すべき地区なども対象として広げている。本格的な法整備として1995年度に電線共同校の整備等に関する特別措置法が制定され、電線共同校の建設及び管理に関する事項等が定められた。2016年12月9日には小池百合子が 発足人となって作られた無電中化推進議員連盟、無電中化省委員会によって作成された無電中化推進法案が無電中化の推進に関する法律として成立した。2015年に国土交通省は道路法第37条を改正し、災害時の輸送で重要となる道路として指定された道路では、 電柱の新設が事実上認められないこととなった。これを受け、国は直轄国道全線、東京都は都が管理する道路全線を対象道路として指定した。市区町村でも静岡市、浜松市、埼玉市などで同様の取り組みが広がっている。また、2019年4月に道路法施行規則が改正され、 道路事業や市街地開発事業が実施される場合も、電柱の新設が制限されることとなった。2017年6月に、東京都は、東京都無電柱化推進条例を制定し、都が管理する都道を呼び、指定区間外国道において、電柱の新設を禁止した。また、東京都公安管理条例を一部改正し、 林港道路前線において、電柱の新設を禁止するとともに、電柱の新設禁止エリアを、東京港や、当初の不等式地等へ拡大した。2019年5月に、国土交通省は、電力会社や、通信会社に電柱を撤去させるため、特定の道路において、一定の猶予期間を設けそれ以降は、道路上の占有を許可しない制度を新設すると、発表した。 2020年2月に東京都は都道の無電中化を2040年代に完了すると発表した。和歌山県高野町では2020年3月、現在で町内の80%の路線で無電中化を終え、町内全域の無電中化を目指している。地中化以前の山上通り地中化後、川越一番街の川越日川再電中を地中化した通り、 ありがとうございます。